ミールザー、アジーズ公家ミールザー、アジーズ公家は、北、インド、ムガル帝国の政治家、ハーニアーザムとも呼ばれる。ミールザー、アジーズ公家の建設した、チャウサトカンバー1542年、ムガル帝国の家臣跡がハーンとその妻ジージー、アナガトの間に生まれた。父は皇帝、フマーユーンが基地に陥った時に助けた命の、恩人であり、母はその息子、 アクバルの乳母であった。彼は、アクバルの乳兄弟であったため、乳兄弟を意味する、効果の称号を得た。1562年5月に、父のアトガハーンが殺害された後、1566年から翌年にかけて、ニサームティーンアウリアー病の横に、父の母病チャウサトカンバーを建設した。ミールザー、アジーズ効果は、グジャラート、パールワー、 ベンガルの諸州の大使を歴任したばかりか、娘のハビーバ・バーヌベーグムをアクバルの巫女ムラードに嫁がせた。彼らの間には二人の息子が生まれた。1601年、老齢のアクバルに対して、巫女サリームが反乱を起こすと、ミールザー、アジーズ・コ家カとマーン・シングは、サリームの息子、フスローを押して対抗した。だが、結局は、宮廷での会議により、 フスローではなくサリームの継承を認めた。1606年、皇帝、ジャハーン・ギールに対して、フスローが反乱を起こすと、ミールザー、アジーズ・公ーカがこれに対応し、鎮圧した。1624年、ミールザー、アジーズ・公ーカは死亡し、その遺体は、父と同じチャウサとカンバーに埋葬された。ありがとうございます。